お久しぶりです、ミニです。にゃミニの漫画でクソ設計のデータベースっていうのが出てくるので、このクソ設計のデータベースは何なのかということについて説明しますにゃ。今からそれは十何年か前のことなんですけどにゃ、とある自治体でウェブサイトをリニューアルしたんですにゃ。でその時に最初韓国人のプログラマーが担当したんだけど逃げちゃって、でその後中国人のプログラマーが担当したんだけど、相当いい加減なものができて、それで選挙の時にね、速報がちゃんとできなくて議会で問題になったと、そういうことがあったんですにゃ。それでその時にね、上司が決裁して、それでウェブサイトにデータを載せるっていう、まあそういうシステムを作ったんだけども、まあそれが大量のページを管理してたんですにゃ。そのデータベースがすごいいい加減な設計だったんですね。で、これはね、中国人と韓国人のプログラマーの名誉のために言っとくんだけども、そのいい加減なってクソ設計のデータベースを作ったのは、日本人の上流工程の担当者ですね。それで、じゃあクソ設計のデータベースは何か。これはまあ、プログラマーはもちろんのことね、これから IT 業界にいろいろね、どの業界でも、ソフトを発注したりとかあると思うので、これはもう皆さん IT リテラシーということで、ぜひ知っていただきたいことなんですね。で、データベースというものをね、使うのはなぜかっていうと、ここにね、すごいでっかいデータがあるんですね。これ全国の電話帳データなんですね。でもう何千万単位でデータ入ってるんですね。この2000電話 CSV っていうこのファイルの中に電話帳データが入ってますね。で、これを、例えば、先頭から検索していきますね。2000電話 CSV っていうファイルを。で、これね、Linux で、Linux という OS でデータを検索してるんだけど、例えばこの往年、もう亡くなったけど、水木しげるの本名村しげるなんで、村しげるさんのデータを、もう先頭から検索していくと、まあ、ちょっと時間かかって出てくるんだけども、結構時間かかってますね。いくらコンピューターが早いって言っても、これほどでかいデータになると、やっぱちょっとタイムラグが出る。まあ、こうやって見ると早いなと思うんだけども、ウェブサイトなんかとどんどん人がアクセスするんで、このぐらいのものじゃダメなんですね。もう人間だともう一瞬でパッと出るっていうぐらいじゃないと、ちょっとでもタイムラグはあるよ。こんなのじゃ全然ダメなんですね。で、そこでデータベースというものを使うんですね。で、データベースソフトをじゃあ起動してみますね。SQLite っていうね、データベースソフトをここでは使うんだけども、そこで、TELDB っていうデータベースを作りますね。で、例えばですね、Create Table、表を作りなさい。名前は TEL。で、中には、ライン1行テキストが入ってますと。こういうテーブルを作りましたね。で、ここにさっきのデータをインポートしますね。インポート2000電話 CSV。このでっかい電話帳データをこのテルっていうデータベースに、テーブルに今入れ込んでますね。それでデータベースソフトがね、どうして高速でデータを検索できるのかっていうと、これはもう人間と同じで、例えばね、こういうバラバラにね、名前なんかバラバラになってるこのデータから、一つね、目的のものを、例えば村重さん見つけるのは大変ですね。もう最初からどんどん見ていくしかないですね。だけど実際ので電話帳はちゃんとあいうえおに順に並んでると。そういうね、順番に並べられたデータがじゃあなんでね、すぐ検索できるのかっていうと、これはもう情報系の大学なんかに入ると必ず勉強することで、例えば二分探索というのがあって、順番に並べてたら、まずこの、まず最初に真ん中あたりを見ると、そしたら順番に並んでるわけだから、目的のものがこの真ん中の上の方にあるのか、下の方にあるのかってわかるわけですね。で、例えば下の方にあるってわかったら、今度は下半分を見て、さらにその下半分の中から上下っていうふうに見ていくわけですね。そうするとデータがどんどん半々に絞られていくと。で、これをね、じゃあ逆に見ていくと、最後の最後は、まあ、2つから1つ選ぶっていう状態になるわけですね。ということは逆にたどると、例えば1回のステップで2倍
になるわけですにゃ。じゃあそれをステップを10回繰り返すと大体1000ぐらいのデータになるんで、1000万とかいうデータってなると大体24ステップでいけるわけですね。まあ、計算式で言うと、2を定とするログにそのデータの件数っていうのがその2分探索のステップ数にあるわけで、これはその例えばその何億件とかいうデータでも何十ぐらいのステップで見捨てられるようになると。だから先頭からね、検索していくんだったら、それこそ何億っていうふうに見ないといけないものが、その何十ぐらいのステップで劇的に速くなるわけなんですね。で、データベースっていうの中でそういうことをしてて、データを例えば順番に整列して、それで見捨てやすくするということをコンピューターの中でやってるわけですね。だからコンピューターがデータ検索するときも人間とやってることは実は同じなんですね。ただものすごく速いと。ただいくら早いとか言っても、そんな何千万件というデータを先頭から順番に見ていくなんていうことをやったら、さすがのコンピューターも時間がかかってしまうわけですね。そこでデータベースは順番に並べて、それでこう半々で絞っていくとか、まあそういう、まあ他にも実際はね、他にもいろんな方法があるんですけども、そうやって効率的に検索するっていうことを中でやってるんですね。結構時間かかりますけど、一応インポートできましたにゃ。それでこの中からさっきの村重さんのデータを探す、セレクト全部フロムテルテーブルの中から村重さんのデータ、フェアラインで、これねライン一つ全部ねデータが入ってるので、ライクこの村重っていうのを含んでるデータを見せるっていうことをするんだけども、これねえらい時間がかかるんですにゃ。ほらで、これがねクソ設計のデータベースなんですにゃ。実際ねこういうクソ設計のデータベースを使ってたんですにゃ。こういう設計をしてたんですにゃ。じゃあちゃんとした設計っていうのはどういうものかっていうのを説明すると、しかしこれ時間かかるにゃ。やっと反応しましたにゃ。でちょっと一旦ねこれ終わらします、終わらしますにゃ。ちゃんとしたデータベースってどういうものか一旦ね消しますにゃ。でもう一回データベース起動しますな。で、これね、このデータをちゃんと分けて入れてやればいいと。クリエイトテーブルテル。まず最初に入れるのが、ナンバーテキスト。で、ちゃんとね、データベース設計するときは、ここは、データをね、必ず入れるんだから、ノットヌル。空にしちゃいけませんよっていうような制約をつけると、こういうね、いい加減な開発者はね、こういうところでね、手を抜かない。ちゃんと制約をつけると。ネーム。そして、都道府県プレフテキスト。ノットヌル。で、調布市とかそういうところを入れるのがシティ。テキスト、ノット、ヌル。で、町名、テキスト。ここには町名を入れます。で、さらに番地を入れるためにストリート2と、ここにね、番地を入れると、ノット、ヌルと。これで1、2、3、4、5、6、6つデータが入る、1行あたり6つデータが入るテーブルが作れましたにゃ。電話番号、名前、都道府県、市区町村、町名、番地ということなので、データ数一致してますにゃ。でこれをモードこのデータベースだとモードが指定できて、CSV モードでインポートする。さっきのインポートを実行すると、
失敗失敗。これ、電話番号もあるんですね、これ。こういう時は、ブターテーブル、テル、アット、ジップコード、テキスト、ノット、ヌル、これでいけるんじゃないか？あ、ノットヌルいけないんだ。いや、もう、これで、ジップコード追加してやりますにゃ。で、ちょっと、デリート、一旦、空にしますにゃ。これでちゃんとフルにインポートできますね。これもまた時間かかりますにゃ。それで、ミニは、その、クソ設計のデータベースをちゃんとこうやって、この一つのね、カラム、列に全部のデータぶち込むんじゃなくて、ちゃんと元のデータがこうやって6つに分かれてるんだったら、6つに分けて入れるようにっていうふうにしたんですね。だから、さっきの村重さんの検索だと、これ一つのデータにデータ入ってるので、そこに部分一致するものを見ていくっていうわけだから、これ、もうテキストになったでっかいデータを最初から順番に見ていくのと何も変わらなくなってしまうんだね。だから、そんなことしたら、いくらコンピューターでも、ものすごく時間がかかってしまうんですね。実は結構時間かかったけど、インポートできましたね。で、これで、また村重さんを検索していますね。セレクト選択する。全部、from、テルデータベースから、いや、今度はちゃんとね、分けてやったので、ネーム、名前が、村、しげるのところを検索しますね。あれ。おお、時間がかかってしまう。せっかく分けたのに時間がかかってしまう。これはなんでにゃということで、ここがまたね、データベース使う上でのポイントで、このデータで検索しますという、まあ、索引ね。言ってみれば順番に並べたような索引というものを作らないといけないんですにゃ。で、それをやるのが、クリエイト、インデックス、索引を作ります。作品の名前は、例えば、インデックス、ネームとかしましょうかね。オン、テルテーブルのネームにインデックスを作りますね。こうすると、この名前の作品を作るということになるんですね。だから、イメージとしては、この表は、中にはデータがバラバラに入ってて、で、先頭から例えば01234という番号がついていて、で、今度はこの名前で整列した表を別に作って、その表にはそれぞれ一行一行に名前と、その元のこのテル表の何番目のデータかっていうのが入ってるという、そういうイメージですね。で、こうすると、データベースで検索するときに、この名前を整列した表の中から見つけて、それで、このテルテーブルの中から取ってくるということをコンピューターはやってくれるので、こうすると、ものすごく早くなるはずですね。で、このインデックスを作るのもね、実は時間がかかるんですね。でも、このね、最初に時間をかけていくっていうことが、後で早い処理をする場合、あ、終わりましたにゃ。じゃあ、さっきと同じ問い合わせ、検索をやってみますにゃ。ほら、一瞬で出た。もう一瞬ですよ、一瞬。もう一瞬もいいところですにゃ。例えば、もうこれどのくらい早いかっていうと、この検索を、じゃあもう普通にコピペして、バカみたいに繰り返してみますにゃ。繰り返しコピペして、うりゃーってやって、これ全部もう一瞬でやれてしまいますね。
だからさっきのテキスト検索ものすごい時間かかってたけども、ものすごく早くなりましたにゃ。これがデータベースのね、いい設計ですにゃ。これができないのがクソ設計ということですにゃ。ということで、良い設計をできる人に開発をお願いするっていうのがいいと思いますにゃ。ということで、ミミが今日は IT リテラシーの勉強ということで、クソ設計のデータベースと良い設計のデータベースは何かということをお話ししましたにゃ。それじゃ、またにゃん。